こんにちは、2D ガンプラです。ではですね、この2024ガンプラ一番くじ、G 賞エントリーグレードのニューガンダムソリッドグレー、こちらの素組みが終わりましたんで、そのレビューをでは、各種を見ていきましょう。そうですね、基本的には、白の、成形色と関節パーツのグレーの部分以外は、全て、クリアパーツになってますね。ですね。開封レビューでもお伝えしましたけれども、黒い部分も、クリアパーツなんですけれども、組んでみるともうほとんどクリアっていうのがわからないような、色合いになってますね。ブラックライト開けるとかなり発光してたんで、そこを見ていってみましょう。ですね、このイエローのパーツはかなり光りますね。背面もV マークの光り方がいいですね。裏剥ぎも綺麗に光ってます。そうですね、小さいですけどツインアイのグリーンのパーツもですね、光ってますね。背面はこんな感じですね。可動はノーマル版と変わらないですね。膝の部分とか、この裏側の部分の造形は細かいですね。この部分の造形は私好きです。で、足首のところも結構引っ張り出して動かせるようになってますね。で、背面ですね。このなんか将来的にオプションパーツ、ファンネルを発売されたら引っ掛けられそうな部分と、バズーカのラックみたいなものもありますね。ライフルですね。この黒い部分がクリアパーツですけど、実際見てみてもうほぼクリアパーツって感じないぐらい濃い色かな。こっちから見るとちょっとわかりますかね。続いて前の動画で降りちゃったこれですね。ビームサーベルですね。エフェクト刃がついてないのが、残念ですけれども、それも今後発売されるかもですね。シールドですね。これもクリアパーツないし、ノーマル版と変わらないって感じですか。はい、最後にですね、我が家にある、ニューガンダムこの RG の、クリアだけがあったんで、それと並べてみました。こうしてみるとスケールは一緒ですけれども、RG の方がちょっと背が高い感じなんですかね。はい、では、今回の動画は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。